バッテンとか立ってます。カメラはこちらなんで。伊藤さん、こちらお願いします。しおりさん、お願いします。ちょっと一度、一つのピリオドをつけて食べたんだなという感じ。ただ、総書したからといってこのことがなかったことになるわけではないですし、これからも自分の受けた傷とどういうふうに向き合っていくのかということがあるので、これが終わりではないですし。